どうもー、はい、沢和です。お願いします。皆さん今日はもう本当に何も考えずにご覧ください。それでは参りましょう。まずは普通の鈴木雅之。でん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 、いいなおせ、断念夏の連れて聞いた人、なお銀様でわざ走るよめ。続きまして、左半身に100キロの重りをつけられている鈴木雅之。でん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 、いいなおせ、断念夏の連れて聞いた人、なお銀様でわざ走るよめ。続きまして、左半身に100キロの重りをつけられて10日間が経過した鈴木雅之。でん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 、いいなおせ、断念夏の連れて聞いた人、なお銀様でん噂走るよめ。左半身に100キロの重りをつけられて1ヶ月が経過した鈴木雅之。でん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 、いいなおせ、断念夏の連れて聞いた人、なお銀様でん噂走るよめ。左半身に100キロの重りをつけられて100日が経過した鈴木雅之。でん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 、いいなおせ、断念夏の連れて聞いた人、なお銀様でん噂走るよめ。100キロの重りを100日ぶりに外した鈴木雅之。でん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 、いいなおせ、断念夏の連れて聞いた人、なお銀様でん噂走るよめ。涼しげな目元流し目、あら息のことんこりそうだぜめ。どうもありがとうございました。